あのさ、ちょっと真面目なお話してもいい？腕なんか組んじゃダメだよ。いくら仲が良くったって腕なんか組んだらダメ。兄弟でそんなことやらないんだよ、普通。私たち普通よりもずっと仲がいいのよ。じゃあ例えばのお話、二人のどっちでもいいんだけど、誰か密かに好きになってる異性がいるとするよね。そういう人が二人のあんな姿見たらショック受けるんじゃないかな。兄弟だって知ればそんなことないと思うけど。知らなかったら？別に誰にどう思われようと構わないし。頑固者だね。強い人っていうか。ほんとエマちゃんはすごいよ。じゃ、本当に帰るね。京介くんも私の言ったことよく考えてほしいな。お兄ちゃんが考えていないわけないじゃない。ねえ。それでも私と同じ結論よね。だってお兄ちゃんは私を必要としているんだから。そして私も。ああ、マージのこと。わかった、付き合ってやるよ。そうか、遠慮しなくてもいいぞ。まあ、わかるかな。OK。何を考えてるの？いつもと感じが違う。うん、私そういうのすぐにわかるの。どれだけ心が離れているか、私すぐわかる。もしかして好きな人でもできた？
じゃあいいけど。ねえ、ちゃんとキスして。ほら、うろちょろしないの。
丈夫？でも同じ学年じゃないんじゃないかな。あたし大体覚えてるもん。私、モギー・カズハ。こっちは双葉ね。こんにちは。キョウスケ？友達？誰？平気なの？京介一人なの？エマちゃん、よかったよね。エマって？あ、じゃあ、私たちと同じなんだ。私も一緒にくっついてきたから用があるのは双葉なの。じゃあトモくんは？僕はお姉ちゃんがちょっと。じゃあ私たち似た者同士か。同盟だね、同盟。この握手しようよ。カズハ、そろそろ行かないとお母さんに怒られるよ。あ、そっか、そうだね。それじゃあみんなバイバイ。それであんまり見覚えなかったんだけど、片方はちょっと覚えてるような気がしたかな。もう一人の方はしばらく学校に来てないのかもしれないね。あ、じゃあ僕も行くね。トイレ行きたかったんだ。
ちょっと暑いわね。ジュースでも飲もうか。あら、お引っ越しがあるみたいよ。ラクダマークだ。うちの近くか。挨拶しないといけないわね。それは引っ越してきた人がこっちにくれるの。絶対ってわけじゃないけどね。もう今時はあんまりやらないかな。ああ、たまにはお蕎麦もいいわね。こんにちは。近所の方ですか？こんにちは。ほら、ご挨拶は？こんにちは。近くに引っ越してきた三木村じゃないや、麻生通りと言います。うちの蓮向かいだわ。ご近所同士よろしくね。はい、よろしくお願いします。通りちゃん、いくつなの？じゃあ、うちの子たちよりも年上ね。よかったわね、二人とも。お姉ちゃんができたわよ。お姉ちゃん。これから仲良くしてやってね。